はい、近藤です。柳生十兵衛の月の章、続きをご説明いたします。さて、祈祷流乱目録、無料の手両端を生かすという心持ち、無味の心極意向上がい、必須べし必須べし。さて、柔術を相変わらず研究するわけですけれども、私の考えによりますと、柔術はね、柔術やってもあまり上手にならないんですよ。はい、柔術はね、こういうふうな、これはね、おもちゃの刃物ですけど、こいつを自由自在に相手から奪い取って、相手を制圧して、絶束状態に落とし込める。そこが大事なところなんですよね。でね、これ、例えば、月に対する柔術の技がいっぱいあります。しかし、はっきり言わせてもらいまして、殺されちゃいますよ。そんなこと本気で戻ったら。まず、ここをついて、いやっとか言ってね、あっというようなものは実践ではないんです。なんでかと言いますとね、具体例を言いますとね、経済学者の方、あるいは経済の非常に詳しい方、と自称されている方が会社あってもね、騙されて倒産しますよ。はい。騙す人、詐欺師がいっぱいおるんですから、同じようにね、これね、ここ疲れてよってないんですよ、実際には。顔をつくと見せて、下腹部。足切ると見せて、頸動脈。こんなんばっかりなんですよ。ですからね、ちょっとだけもう、説明抜きで、これ、月見取りのね、悪い例を先に演舞してもらいます。こっちどうぞ。はい。一般ピープが流っているのは、お腹すかしてね、はい、奪い取ってください。えい。なるんですって。ゆっくり最後まで倒して、えい、ああ、参りましたとなるんですけどね、こんなこと現実では送り 100% 送れません。こっちどうぞ。安全のためにここから下先頭そことやってみます。やられました、やられましたよね。今もとに何回かやってみます。やられてます。なんでやられちゃうのか。人間には気の反射作用、エネルギーの感の、要するにね、ボディのここに当たるまでに忘れるエネルギー体は、ここに外壁があります。これにまず当たるんですよ。この外壁が当たったら、その時に思考力関係なしに人間は反応するんです。類人はね、目の中に小さいハエが入ってきたら、思考力関係なしにこうしますよね。同じなんです。そいつを利用して反応させて深く切ったらね、簡単に切れるんです。切れたでしょ。わかりますよね。同じことやっていますね。分かってるんだけど、まだ切れました。学習せなあかんのですけど、切られてます。要するに、騙されたら学習能力ないんです。意味わかりますよね。同じ詐欺まがいの商法とか、そんなにずーっと皆さん騙され続けている人が、私だけが騙されると思うと、みんな騙されるんですよ。こっち来て、ちゃんと反応してね、はい、儲けられました。意味わかりますよね。こんな方が一方的にこうじゃないんですよ。意味わかりますよね。ただの条件反射なんです。ただの条件反射を利用してこんだけやられちゃうんです。この人だけじゃないんですよ。すいません。我に日本のサンプルにご協力願います。お任せください。説得力あるなぁ。じゃあ、普通の文句やってね。ここを突くと見せてここを突きます。これには、ペイントっていう武術的な要素が一切入っていません。皆さん方の、言っちゃ悪いけど、先生方が好んで教えるのはこれなんですよ。ここをついてきます。ここをやってきます。
これで適当に押さえつけて。やられました。でこのような訓練を1000回やっちゃうとね、この人は今後コンビのナイフでついてきたら1000回の実績があるからできると脳みそが錯覚しちゃうんですよ。錯覚しましたか？はい、見事な錯覚をしてます。じゃあ僕はここを作ると見せて別のことやってみます。はい、腹切られました。何回かやってみます。もう一度来て。おお、心臓刺されてますね。そうなんです。もう一遍ね。というわけでね、もう一遍ね。おお、反応できないですね。そうなんですよ。反応したんだけど、うん、反応して正しい反応ができなかったんです。反応できてませんって言ったら日本語の間違いです。これ反応してるんです。皆さん見たら分かるでしょ。反応してますよ。反応しましたよね。反応してやられたんです。反応してないじゃないんです。はい、そうなんです。私の騙せのテクニックに反応してやられてしまったんです。というわけでね、ちょいと騙したらね、はい、なんかそういう人はおりますよね。女の人騙すの上手い人。私はそのことできませんけど、まあそんなんなんですね。はい、騙したらどないでも処理できるのが一般ピープルの感謝神経と反応法なんです。というわけでね、基本的なことを言いますと、頭隠して尻隠さず、お尻隠して頭隠さず、結局そうなってね、注意力を集中的に一点に集中させたら、ちょっと撮ってみて。おお、やられてますね。はい、上下を上を切って、それでお腹ついて、はい、これのね練習、皆さんもこの練習したりとやってね、それはねこうして一発打ちました。次の動作の入るときにね、このフェイントの引きを異常に速くすること。これは遅くても変わらないから、次の動作のつなぎの引きの動作を速くすること。それによって相手をずたずたに切ることができます。というわけで、どんな人でも騙すことは可能なんです。それもね、ずっと5、6時間騙すんやったらね、これしんどいですけどね、1000分の1を騙したらいいんですね。1000分の1を騙すことぐらいできますよね。要するに間違った情報、間違った印象を脳に与えたらもうそれしまいなんです。はい、そういうことなんですよ。で、それに対するにですね、いちいち騙されとってしまいませんから、丸橋あるいは骨音骨源ではね、騙されたふりをして騙す相手を騙し返すんです。はい、今日はそれやりませんけどね、でも一応やっておきますね。どっか来てきて。これはね、騙されたふりをして私が騙し返したんです。非常に短い時間やりましたからね。うん、今度お前じゃ、どこ来てもよし。要するにね、受けると、さっきも言いましたように、受けるとちょっとゆっくり切ってきて、はい、騙し返して、あ、やられました。ここを突こうとして僕は避けたら他空いちゃったから、そこをやられただけなんですね。はい、今は騙されました。では私が1000分の1あるいは1万分の1で攻撃者を騙して制圧します。どうぞ。でした。
まあもう飛ばし返しましたよね。今はこの方がつくと見せてわずかに重心を前に出してついた状態を千分の一表現しました。ちょっとついて。その瞬間には私はステップ踏んで安全圏に逃れたんですけど、この人の脳はそれに対して騙されたイメージをそのままで技を描き起こしたから、それでやられちゃったんです。はい。とまあこんなことをやる前に、はい、基本のいろいろがあります。基本技のそれを皆さんにご紹介するのが今回の動画です。じゃあやってみます。はい、これもやりますね。ね、どうぞ。柔術系統には胸取りというテクニックがあります。今までね、この動画で散々相手がやってきましたからね、もう飽きたでしょ、皆さん方も。やる方も飽きました。はい、それで今度はちょっとバージョン変えてやります。はい、これをこうしてやって、胸取り、例えば逆技でこういうのはどこの流派でもかけます。うん、でこれがね、素人の方ほど簡単に、相手は片手だから両手で回るというね、間違った情報をインプットされています。通常の一般ピープルの道場ではそんなに頑張らんからですよ。はい、死ぬほど頑張らないからなんです。はい、かけてみますね。せーの、ちょっと頑張って、せーの、かけられませんよね。これ2対1やからかかるかいたらね、かかる場合も多いんですよ。例えば地面キックしてね、こなしたらいくもかかるんですけど、でもね、その時グッと寸気がして、かかりませんよ、こんなも両足キックしても。もっとかからないのね、いろいろやりますね。皆さん方はこっちの練習してくださいね。はい、持ってください。まずね、これが回るんですから、回らないようにここの腕骨っていうんですかね、ここに9本の骨あるらしいんです。その9本の骨を真ん中に集約するつもりでものすごくガードします。それでこの体が固定なしね、足のフットワーク使ってね、僕にその時ふん出してね、せーの、かからないですよ、こんなもん。はい、今度この方にやってもらいましょう。持って、持ちました。両手でどうぞ。はい、こうして、はい、かけて、はい、これをね、一般の道場では教えるんです。でも私は絶対にかからないと思います。うん、なんでかからないか、逆登力とともに相手をこの位置から攻撃するからです。まず一番かからないバージョンね。はい、これをかけてください。せーの、相手の方がね、潰れちゃうんですよ。はい、じゃあ数でやってみます。はい、どうぞ。これは意地悪くね、持ったところをね、うわー引っ張ったんですよ。でも皆さんがこんな練習ほとんどしないでしょ。というわけで、言っちゃ悪いけど、あんまり下級の技に立つとはとてもじゃないけど思えないですよ。はい、はい、オペかけてください。今度は私これしますからね。はい、かけて、これをこうして頑張って、せーの、回すんですけども、はい、皆さん簡単に人の体を制御できると思ったら大間違いなんです。どうぞ。できたらしないんですよ。で僕みたいな体力のない、力のないもんでもこれですから、もっと大きい方なんかね、絶対に無理。普通じゃね。持って。じゃあどないするか、そっち変えて、今これ、この方の逆技って言うてね、関節技って、関節に9本と決めようとしてるんですけど、腕骨の骨の9本の骨が一まとめになるように、結合した状態でするんですが、かけて、引っかからないんですよ。無理無理。はい。片手なんかもっと無理、普通じゃ。
それをね、どうやって使える技に変貌させるか、これがこの度の八木十兵衛先生の書いた月の章の乱目録無量の手なんですけど、ちょっとやってみますね。ゆっくりやってみます。どうぞ。はい、皆さん方に痩せるか痩せるに見えますけどね、ある法則を踏んでやっとるんです。頑張って、学問。はい、ギャッ、こっちからね。はい、潰して、もっと潰して、力かかってますよね。でもね、はい、はい、持ってください。両手の方がいいよ。関節カバーしてね、OK。 はい、パーでいってみます。こうしてね、固定して持ったら必ず潰されますから、アクションして、こっから、例えばレンガを、またはブロックを割る要領でギュッと力を入れて、これが効かないんですよ。皆さんは練習、これやってくださいね。固定してね、こんなことやっとったらね、そりゃ、かわいされますわ。でもね、固定しないでね、こっから、って頑張って力を入れて出してね。そうすると、ほとんどの方は、せーの、うわっ、もっと潰して、うわっ、そこで終わるんじゃない、ここで余裕があるように力を潰して、うん、これが正解なんですね。はい。はい。それに対してどうするか。はい、いきますね。これ、無料の手。後で説明します。逆も。はい、力入れて、よいしょ、なんですけどね。さて、何をどうしたか、今から説明しながらします。はい、ただいまより。新掛流乱目録、無量の手。この解説に移らせていただきます。無量の手。両端を貸すという心持ち。無味の心、極意向上なり。ひすべし、ひすべし。こうに言う。天候また無料の手に似たり、雨を干し、晴れんと干し、両端を地す。さて、無料のも、どんなにか書いてるかと言いますとね、無料のも、模型のもです。模型のもというのはね、はい、小さくても形は同じ。そんなのが模型ですよね。それと全部の形が模型は同じです。旋回も作っとってね、模型作っとってさ、駆逐艦行きかで言うのないでしょ。全部外観も同じなんです。つまり模型の模、これは形を模する。具体的に言いますとね、そういうことになります。さて、この量、模量の量の量、量は、小雑編に次替えて、この理は、稜線の稜。稜線というのは山、僕の体を山にこうして見たりますと、こういう山で、はい、こうあって、こうあって、ここら辺がこうあって、こうあって、はい、これ。こんな山の稜線ですね。要するにシルエットとお考えください。ですから、私のたどり着く結論の無量の無というのは、山のシルエット。これを無。トレッシングペーパーにトレースするように、シルエットをトレースする、それだけのテクニックなんです。さて、今どういうふうにしてシルエットをトレッシングペーパーのようにトレースして技にするかと言いますと、結局速度なんです。こっからここまでの振動数。50センチあるとしましたら、50センチの振動数があります。はい、縦もこうありますね。はい、こんだけの縦です。それも振動してます。端っこと端っこ、これは今まで何度も申しましたように一瞬の停止、あるいは生命力の点滅をこことここに発生します。さて、ここからここまで、例えば 0.1 秒でかかるとしますとします。 0.1 秒でここからここまで50センチかけます。でもね、トレースして全部含めて
本だけでしたらね、50センチで済まないで、まず1メートル近いです。50センチを0コンマ1秒で書けるんじゃなしに、こんだけトレースした1メートルを0コンマ1秒で書けると、それはこっちの方が技が早いんです。要するに、モネの手というのは一種の早技です。じゃあやってみます。説明抜きでやってみます。はい、頑張って。はい、さっきも言いましたね。はい、こっちこっちください。はい、これ頑張って。見えるようになって。はい、見せたって。はい、はい、こんなんです。見せて。表も裏も見せて。はい、こうやって。ここの腕骨を保護してます。はい。腕骨を保護して、通常の逆技が絶対にかからない状態で練習してください。はい。はい、こうです。通常ではこうなります。はい。はい。こっからここまで。この振動数。表と裏。こことここに、一瞬の生命の、生命力の滅があります。点滅じゃない、点滅の点じゃなしに、滅があります。滅から滅へ。今から0コンマ1秒でトレース、私の思考力と、の力で、こんだけ完全にトレースしながら1秒後にかけます。かかっちゃいました。これはこれでかけてるんですよ。こうやってね、頑張ってね、足踏ん張ってね、あーってかけてないんです。これだけでかけとるんです。こういうのが無料の手です。こっちもお願いします。はい、両手頑張りました。触れる瞬間にも書き潰してください。触れられてから頑張るのよ。練習はね、もっと言っておきますね。やられてから頑張り返すんじゃないんですよ。相手が触れてやばいなことも書き潰してください。これをしてくださいね。じゃないとね、反撃不可能なことになっちゃいますからね。はい。はい、行きます。はい、かかりました。触れる前に頑張ったんですね。触れる前に頑張ったんですけど、触れる前に私が駆け飛んです。容量だけ持っていきます。頑張って。はい、これ頑張りました。通常ではこうです。潰して。うん、横になって潰しても僕潰れないから、僕のこと潰して。これなんか効くと思いません、はい、そうですよね。そうなんです。はい。ここからここ。この振動数。この、こうなってます。それを0コンマ1秒で飛行力で描いて、柔術の逆技の補助テクニックにいたします。こっちもやってみます。ガンガンに潰されます。甘い、そこは甘い。僕がギャボン言うふうに、うんうんうん、OK。 力出す時間が短すぎ。柔術はね、うんとむちゃくちゃね、内傾すごくね、頑張って潰して、せーの、うわーと正解です。はい、こういう風なのが一番かけにくいんです。はい。でもね、パンチと同じでね、めっちゃくちゃ殴られてからね、反撃するパンチって世の中にあります？ありません。最低限カウンター同時です。もっと言うのは、自分から先パンチ出してやるんです。触る前に、もう森の手。要するにトレーシングペーパーのテクニックをかけました。だからかかるんです。全てに言えることですけど、武術においてロッキー見たの映画はね、映画でね、はあ、むちゃくちゃガンガンにロッキーに殴られて後で復活というのはね、まずありえないんですよ。はい。ですから先手で先にトレースして、そのトレース動機にその形のままにエネルギーの作用で千分の一で技をかけるつもりで技を終了させる。このようなことになができて初めてかからない人にも技がかかる、あるいは異常な抵抗力を示す相手にも技がかかる
可能性がやっと出てくるんです。以上。